マリー・シェルツェルはドイツのバレーボール選手である。ドイツ代表で、クラブレベルではドイツのシュベリーン SC に所属している。ベルリン出身。小学3年時から地元クラブの SG ローテーションプレンツェローワーベルクでバレーボールを始めた。クラブ在籍中の2011年には U-16 カテゴリーの国内選手権で優勝。2014年には U-18 及び u 20カテゴリー選手権でも優勝を果たした。バレーボールの有望若手選手が集まる VC、オリンピア・ベルリンへ移籍した2年目の2013、14シーズンには2部北リーグで優勝した。シェルツェルは2015、16シーズンに向け、ドイツの名門チームであるシュベリーン SC と契約してプロ選手となった。初シーズンでは、アンニャ・ブラント、 ビラーニカハンチコーバに次ぐ3番目のミドルブロッカーとして活躍した。また、国際大会であるセブカップでは、スタートメンバーに名を連ねた。2017年のドイツ選手権で優勝を果たした、シェルツェルは、シュベリーン SC と異例とも言うべき2020年までの長期契約を締結した。2015年に、ルチアーノ・ペドゥーラ監督に招集され、ナショナルチーム入りを果たした。 2017年6月にスイスのモントルーで開催されたモントルーバレーマスターズではドイツの準優勝に大きく貢献し自らもベストミドルブロッカーに輝いた。ありがとうございます。